おはようございます。6月21日月曜日、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。週明け月曜日の朝は太平洋側ほどざっと雨が降っています。この後各地で雨が降り出してしまうのか、最新の予報を見ていきましょう。朝の出勤時間は南部の太平洋側ほどざっと雨が降ります。北部では午後ににわか雨、雷雨がありそうです。今日は雲が多く、梅雨特有の蒸し暑さが続きます。気温がぐんと上がり、30度以上の真夏日のところも多くなりそうです。昼間は日差しが届いて影も見られそうですね。今日は二十四節気の一つ、夏至。一年で最も昼の時間が長く、影の長さが一番短くなる日なんです。昼間日差しが出てきたら、ぜひ影の長さに注目してみてください。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。